出身のラッパー、ソングライター、ミュージシャン。2019年に BBC のサウンドオブ2019で4位にランクインし、同年のデビューアルバム、ナッシンググレート・アバウト・ブリテンが高く評価され、マーキュリー賞にノミネートされる。2021年には2作目のアルバム、タイロンをリリース。グラストンベリーに出演する、スロー対戦1994年12月18日。 ノーサンプトンで、バルバドス系とアイルランド系の10代の母親の間に生まれ、シングルマザーの下、ノーサンプトンの公営団地で妹と一緒に育つ。その後のノーサンプトンアカデミーに通い、2011年にはノーサンプトンカレッジに通う。ノーサンプトンアカデミー在学中は学校を頻繁にサボり、友人の家の近くにある地下のレコーディングスタジオで過ごすことが多かった。 2016年に初のシングル、ジグルをリリースしてからは、次々とサウンドクラウドに楽曲をアップロードしていた。2017年、インディーズレコードレーベルのボーンソーダと契約し、EP、スローエットダウン、アイウィッシュ、アイニューをリリースした。その後、メソッドレコーズとレコーディング契約を結び、2018年9月に EP、ラントをリリースする。2019年、 BBC が期待の新人を発表するサウンドオブ2019で4位に選ばれる。同年5月17日、デビューアルバムナッシンググレートア a ウト b o u t Britain をリリースし、全英チャートで9位を記録した。アルバムはマーキュリー賞にノミネートされた。2020年 NME アワードでヒーローオブザイヤーを受賞する。第63回グラミー賞ではディスクロージャー。 アミーネとの楽曲、マイハイが最優秀ダンス録音賞にノミネートされた。2021年2月12日、2作目のアルバム、タイロンをリリースする。アルバムには、スケプタ、エースサップ・ロッキー、ドミニク・ファイク、デンゼル・カレー、ジェームズ・ブレイク、マウント・キンビエラが参加した。スロータインの音楽は、 グライムとヒップホップに分類されるが、しばしばパンクロックの要素を含んでおり、グライムパンクと呼ばれている。バイスメディアは、スロータイの音楽について、グライム、トラップ、サウンドクラウドラップ、さらにはパンクとスクリームをブレンドしたアグレッシブなビートの上に苛烈に、ウィットに飛んだラップが乗っていると評した。スロータイは2018年のインタビューで影響を受けたアーティストについて、 ゲザフェルスタイン、ジュエルズ・サンタナ、ロザリア、レディオ・ヘッド、ニルバーナ、マウント・キンビエ、アークティック・モンキーズ、セックス・ピストルズ、ジャスティス、オアシス、ダイアント・ボートなどを挙げている。グラストン・ベリーでのスロータイのパフォーマンス2019年のマーキュリー賞受賞式のパフォーマンスでは、ステージ上でイギリスのボリス・ジョンソン首相の切断された首のマネキンを持ち、論争を巻き起こした。 スタジオアルバム、ありがとうございます。